ローバル化、ネットワーク技術の進化が急速に拡大する今、スマートデバイスや SNS などの普及はコミュニケーションや働き方にも変革をもたらし、お客様の求める価値も大きく変わりつつあります。リコーグループは IT サービスやビジュアルコミュニケーション領域へと事業を拡大し、お客様視点で新たな価値の創出を目指します。初の議長国として日本で開催された第8回 APEC 交通大臣会合。本会合では約60台のスマートデバイスを使った大規模ペーパーレス会議の運営やデジタルサイネージによる情報提供などをトータルに支援しました。21の国と地域の交通担当大臣並びに関係者が一堂に会する本会合において、リコースマートプレゼンターを活用し、発表者と手元のスマートデバイスの資料を同期させるシステムなど、会議の円滑な運営を全面的にサポートしました。またスマートフォンなどで会議プログラムを撮影することで、必要な情報や資料のダウンロードが可能となる新しいクラウドサービス、リコークリッカブルペーパーをご提供しました。ロビーのマルチプロジェクションシステムには、日本の美しい風景と優れた交通インフラシステムを、デジタルサイネージには常に最新の会議スケジュールや関連情報などを表示しました。会場の至る所でリコーの製品やサービス、ソリューションが活躍しました。リコーのさまざまなソリューションが生かされた今回の APEC 交通大臣会合、国際社会における日本のプレゼンス向上に大きく貢献しました。54年ぶりに東京で開催されたスポーツ祭東京2013にリコーはオフィシャルサプライヤーとして参加。ユリート広場では選手や観客の願いを形にするリコー独自のユニークなインタラクティブシステム、メイクアウィッシュデジタルサイネージシステムを披露しました。ここではご来場の皆さんの写真と手書きのメッセージをリコーインタラクティブホワイトボードを使って合成することができます。メッセージの入った画像はそれぞれが1枚の葉となってステージスクリーン上のウィッシュツリーに表示され、大会期間中のシンボルとして大きな役割を果たしました。大規模国際会議やイベントでの IT システムの構築運用をワンストップで提供。これはリコーグループの確かな技術力と提案サポート力によって実現しました。リコーグループはこれからも未来を見据え、お客様の期待を超える価値をご提供してまいります。